それではただいまから第79回島根県対策本部会議を開催します。本日の本部会議は県内の感染状況及び全国の感染状況などを踏まえた対応のため開催するものです。それでは最初に県内の患者発生状況等について健康福祉部から説明をお願いします。はい、健康福祉部です。資料1をご覧ください。冒頭のところに書いておりますように7月の陽性者数は1月としては過去最多の23,195人となりました。これはこれまでの最多であった本年4月の4,358人の 5.3 倍になります。8月は一昨日8月3日までの3日間の累計で、すでに3070人の陽性者が確認をされております。続いて1の陽性者の発生状況です。ちょっと資料の体裁を変えましたので、別添資料グラフの資料のですね、2ページ目、別添に6月1日以降の推移のグラフをご覧ください。詳しくは後で感染症対策室の方が説明しますが、概略でございます。6月以降の感染者数の推移ですが、6月27日月曜日には、それまでの過去最多の305人、翌週月曜日の7月4日は760人、その翌週月曜日、7月11日は1271人と、初めて1000人を超え、その翌週3連休明けの火曜日、7月19日は1609人と過去最多となり、感染者数は6月下旬から7月下旬にかけて急拡大してきました。青の点線は1週間の移動合計による前週との増加比ですが、急拡大している中でも少しずつ増加比は小さくなってきております。過去最多となりました7月下旬以降は感染者数は高止まりをしておりますが、急拡大傾向は収まっております。しかし8月に入ってからは少し増加傾向が見られるところであり、今後も予断を許さない状況でございます。また元の資料1に戻っていただきまして、2の病床確保状況及び使用率の表をご覧ください。現在、病床は最大で371床確保しており、そのうち速やかに患者の受け入れができる即応病床は、青の折れ線グラフのとおり、陽性者が増加してきたことに対応して、病床数を増やしておりまして、現在348床としております。一昨日、8月3日時点での入院患者数は、入院医療機関での感染により、確保病床以外に入院している方45名がおられまして、これを含めますと163人、そのうち確保病床に入院している患者数は118人、確保病床を分母とした病床使用率は、確保病床で 31.8%、即応病床で 33.9% となっております。入院患者のうち重症の方が2人、中等症の方が26人おられます。このほか、グラフの下の方になりますけれども、療養先の調整が終わった入院と調整済みの方が953人、調整中の方が1277人となっております。次に、次のページをご覧いただきまして、3、軽症者等の療養です。一昨日、8月3日時点で、宿泊療養者数は33人、自宅療養者数は5408人となっております。今後も感染の拡大に備えて、各保健所が施設の調査や幅広検査がしっかりとできるように、業務の効率化を進めるほか、本庁において積極的疫学調査の代行を行うなど、保健所の支援を強化し、必要にした対応を迅速かつ柔軟に行ってまいります。そうしますと、続いて感染症対策室からご説明いたします。感染症対策室の田原です。で、私の方から島根県内の感染状況を少し詳しく説明いたします。資料の別点1からご覧ください。まずこのグラフはですね、第6波から続いている感染者の推移を示しております。見ていただきたいのは黒いラインですね。直近1週間の人口10万人比が書いてあります。第7波は6月中旬から始まって7月と急拡大をしました。一旦7月中旬に、頭打ちをしてプラトー状態になりましたけれども、一旦下がってから8月以降少しずつ患者さんが増えているという状況がわかるかと思います。次お願いします。別点2をお願いいたします。先ほど地域部長からも説明がありましたけれども、6月からの短いタームでまとめるとこういうグラフになります。見ていただきたいのはこの青い破線のグラフです。これは直近の1週間の陽性者数をさらにその前の1週間の陽性者数で比を示しております。
1以上であれば増加している、1より下になれば減少しているということが分かります。7月の中旬とか下旬20日以降 0.1 を切っている時期が続きましたけれども、8月3日からはまた1を超えていると、いわゆる増加を示しているということが少し分かるかと思っております。実際黒いラインを見ていただいたにもプラトー状態には見えますが、若干上り調子ということが分かるかと思います。次お願いします。各保健所ごとの感染者数の直近週間の人口比10万人示しております。やっぱり最も多いのは現在松江保健所管内が1000人を超える規模の感染者数が続いております。続いて沖保健所管内で感染者が急上昇していることが分かるかと思います。次お願いいたします。次は年代別です。やはり第6波第7波も共通して言えるのが18歳以下の感染者数が多いということが分かります。ただ今回の第7波の特徴で、夏休みを入った途端一旦この18歳以下の感染者数がガクンと下がったということがあります。これが影響して全件数の感染者数もプラトー状態から若干減少傾向を示したということが分かるかと思います。しかしながらこの子どもたちの感染も7月下旬からまた少し上昇傾向にあるということが分かります。その中身としてはやはり部活動のクラスター、児童クラブのクラスター、保育園のクラスターがやっぱ相変わらず報告があるというところかと思います。それに対象で20歳以上の大人の世代も大きく減少はしておりませんが、プラトー状態から少し増加傾向を示す年代もあります。次お願いいたします。クラスターの数です。第7波6月下旬から第7波と考えますと、この棒グラフの棒4本です。1つの棒グラフ棒には約2週間分のクラスターの数が示しております。特に6月下旬から急拡大しましたけれども、その特徴的なのはやはりこのブルーの学校、ピンクの保育園、そういったところが感染者相変わらず多いということが分かりますが、第7波の特徴のまず1つ目がやはり高齢者の施設でクラスターが起きているということが分かります。高齢者施設でクラスターが起きますと、やはりたくさんの感染者が一気に出てきます。そういった意味でこの第7波の感染者数、子どもたちの感染だけではなくて高齢者の感染に多いということが分かります。そしてもう一つの大きな特徴が白い病院でのクラスターが複数検出されています。いわゆる病院でクラスターが起きますと、そこにはもちろん入院患者さん、非常にハイリスクの方がおられますし、さらに医療スタッフの感染者が多く、そして今後その医療スタッフの感染者が多くなればですね、やはりコロナ医療だけではなく一般医療への影響も今後懸念されるところです。次お願いいたします。実際に病床の使用率ですけれども、黒い破線が実際の今回の病床使用率です。第6波よりももちろん多いんですけども、全体の使用率からすれば3割程度で一応キープできているというところがあります。でその中で中等症以上の患者さん、確かに第6波より多いんですけども、全入院患者数に比べると 17% というところですので、数字を見る限りはコロナ医療に関してはまだ逼迫する状況ではないと考えています。以上です。はい、それでは次に全国の感染状況等について防災部から説明してください。それでは資料2をお願いいたします。本日10時時点で公表されております情報をもとに全国の状況を取りまとめたものになります。左側の表、新規陽性者数につきまして、厚労省の公表データでは7月25日から7月31日までの1週間の数値が直近の集計となります。島根県は人口10万人あたりの新規陽性者数は 750.45 人で、先週比 0.84 となっておりまして、1を下回っているという状況で全国32番目となっております。上位の沖縄県で先週比が 1.17、次いで福岡県 1.31、同じく東京都でも先週比 1.31 と、この期間中では島根県を除くすべての都道府県で先週比が1を上回っておりまして、陽性者数の増加が継続をしております。また隣の表、検査が十分に行き渡っているかどうかを示す指標であります陽性率につきまして、先ほど申し上げたような上位の都道府陽性者数が上位の都道府県では、70% を超える高い水準となっておりまして、検査体制の方にも負荷がかかっているということが伺えます。続いて、資料の3になります。
新たなレベル分類の考え方になりますが、レベル判断に変更はありませんので、こちらの資料の説明については省略をさせていただきます。説明は以上になります。はい、それでは次に島根県の対応について防災部から説明してください。資料の4をお願いいたします。県内と全国の感染状況、基本的対処方針を踏まえまして、県民及び事業者に対し、下記のとおり要請する。要請の期間は、令和4年8月6日から当面の間とする。1、都道府県をまたぐ移動、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動については、行き先の都道府県の要請を確認の上、3つの密の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底した上で行うこと、ただし、発熱等の症状がある場合は控えること、変更点になります。重症化リスクの高い高齢者、65歳以上や基礎疾患のある方、妊娠中の方、ワクチン未接種の方は、医療提供体制が逼迫している都道府県、確保病床使用率が 70% 超かつ入院率 2% 以下の都道府県等になります。そういった都道府県への移動については慎重に判断すること、該当する都道府県については県のホームページで公開をいたします。8月5日現在は東京都、神奈川県、静岡県、福岡県、鹿児島県、沖縄県の6都県が該当いたします。また、県外のご家族やご親戚などが自宅に滞在する場合や、県外の個人宅等に滞在する場合は、自宅、個人宅等でも家庭でできる感染防止対策を徹底すること。送っていただきまして、2の、基本的な感染対策の徹底から、4ページ、項目の、11、誹謗中傷や差別の防止までの対応については変更ございません。以上です。それでは知事指示項をお願いします。県内の感染状況は引き続き大変厳しい状況にありますが、6月下旬から7月中旬にかけて見られましたこの急激な感染増加が続くといった状況はひとまず脱したと認識いたしております。また病床使用率についても 30% 台前半で推移しておりますので、医療提供体制への大きな支障は現時点では回避できております。一方で、全国的には感染拡大傾向が続いており、一部の都道府県で医療提供体制が逼迫している状況にあると認識いたしております。高齢者の外出自粛等を要請している都道府県もあるところであります。こうした状況を踏まえまして、先ほど説明のありました島根県の対応のとおり、県民の皆様に対しまして、医療が逼迫している状況にある都道府県を特定いたしまして、移動リスクを認識していただくための呼びかけをいたします。その期間は本日8月6日から当分の間といたします。都道府県をまたぐ移動につきまして、この度の呼びかけは、この県外からの持ち込みによる感染拡大を防止するという観点ではなく、往来することにリスクを伴うことを県民の皆様に認識していただくための注意喚起であります。医療提供体制が逼迫している都道府県においては、現地で出かけられた県民の皆様が発症した場合に、十分な医療が受けられないという可能性があります。このような状況が起きないよう各都道府県で懸命の努力がなされておりますけれども、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者、悪性腫瘍など、また高血圧、
等を含めた基礎疾患のある方、また妊娠中の方、ワクチン未接種の方については、こうした可能性があることを考慮していただき、医療提供体制が逼迫している都道府県、具体的には確保病床使用率が 70% を超え、かつ入院率が 20% 以下の都道府県および東京都への移動は慎重に判断していただくようにお願いいたします。該当する都道府県につきましては、県のホームページで公表いたします。また、先ほど申し上げました基礎疾患についても、何が基礎疾患に当たるかということについては公表いたします。本日5日の時点で、陽性の期間は明日6日からですね、失礼しました。この目安に該当する都道府県は、東京都、神奈川県、静岡県、福岡県、鹿児島県、沖縄県になります。なお、東京都については、先般、自宅療養の方が、この搬送先が見つからず、100件を超える、この搬送要請をされたにもかかわらず、搬送先が見つからず、自宅でお亡くなりになるというケースが、現時に生じたという報道がなされております。従いまして、先ほどの入院率 2% とか、使用率 70% といった基準には該当いたしませんけれども、医療逼迫が生じているという認定をせざるを得ないということで、対象に加えております。その他、県民の皆様には、職場や家庭での感染を防ぐために、引き続き3密回避、手洗いの励行、換気など、基本的な感染対策を徹底していただくようにお願いをいたします。特に暑い時期ではありますけれども、こまめな換気を実施していただくようにお願いをいたします。県といたしましては、この県内および全国の感染状況を注視しまして、関係機関と緊密に連携しながら、感染拡大防止や医療提供体制の確保、また傷んだ地域経済の回復に取り組んでいく考えでございますので、引き続き県民の皆様のご理解とご協力を重ねてお願いを申し上げまして、私のコメントといたします。よろしくお願いいたします。以上で会議を終わります。県の対応の方ちょっと一回戻ります。参院長進歩です。よろしくお願いします。はい、お願いします。先ほどの要請についての一点を、お願いしたいんですけれども、確保病床使用率 70% で、入院率 2% 以下の、地域への移動ということでしたけれども、これ何か数字 の, 根拠というか、どういった理由からこの設定になっているんでしょうか。確保病床使用率って、なんぼ病床が待ってるかって、いう数字だから、それは当然その数字をもとにやるでしょう。で、大体確保病床使用率って 100% になったことないから、みんな。だから70% でも 30% 余ってると思っちゃいけないと。さあ、どこが適切な線引きなのか分かりません。誰も、多分、いや、各都道府県ですら多分どこが上限かよく分からずにやってる可能性が高いので。ただもう 70% が高いのは間違いないから、70%、この数字であれば、逼迫していると言えない、逼迫してないとは言えないということで、線引きをしました。65が適切なのか60が適切なのかは分かりません。
ただ70%までいっていて、いつでも入院受けられますという状況にないというのはもう想像に難くないという、まあ、これは推測、推定も含めてであります。で、入院率 2% というのは、実は、70% を超えている都道府県、もう一つ実はあって、具体的に申し上げると、和歌山県なんですけど、和歌山県は 70% を超えて、超えてますけども、入院率が 5% なんです。1% というところが相当あります。島根県も 2% でありまして、おそらく軽症無症状の方々をきちんと受け入れるっていう余裕があるところだというふうに見ておりまして、この 2% というのは島根県を基準にして、島根県よりも数字が低い、同水準以下と、そういうところですね。ですので、病床利用率が高いから直ちにその病床が逼迫していると言えないケースもあるだろうということで、具体的に言うと和歌山県を除外は、和歌山県は除外をするということが適当ではないかという判断で、入院率も加味したというところですけれども、主は確保病床使用率。でちなみに東京都は確保病床使用率 70% 超えてませんけど、50何%かな。ですけれども、100の病院が救急搬送を引き受けられないというふうに判断が一致するような状況で急変しても症状悪化しても入院してもさせてもらえるととても考えるのは難しいというこの一件をもってしても氷山の一角であるとある可能性が高いという認識のもとでこれを入れておくべきでしょうという判断です。ですのでこういう個別の報道を見て追加する必要があればこの数値基準によらず追加をしてホームページ等で公表しますし、その都度記者クラブの方には報道追加をした追加削除の報道対応というのは公表はさせていただきます。その予定です。要請の内容とは少しずれるんですけれども、朝の水濠剤が3日、数年ぶりにあったりですとか、はい、お盆の移動等もあると思うんですけれども、そういったことも含めて注意喚起があればお願いいたします。注意喚起はそれは感染防止を徹底してくださいね、主催者としても参加する側も。大規模なイベントを開いて、その後その地域で感染者が増えたりしたら、それは影響したんじゃないかって言われますよと、当たり前ですよねと、そんなこと分かってやるんでしょというのが私の認識ですよ。ですので、飲食を省いたり、通常のやり方と違うやり方で、最大限取り組まれているというふうに認識していますけれども、県としては大規模なものについて届け出を受けるという立場なので、開催するか否かの決定権限は、実行委員会なり、そういう主催者の判断ですから、我々としては、届け出を受ける際に、水濠剤もそうですけど、感染対策の徹底を、計画の内容を見ながら、要請をしているという状況ですから、それしか手がないですよね。はい、どうぞ。徳島隆史です。よろしくお願いします。はい、すみません、昨日もお伺いしたんですけども、BA.5 の対策強化宣言についてお伺いします。はい、今日は岡山県が中国地方で初めて宣言出されましたけど、改めて知事の考えをお伺いでしょう。ちょっとあんたもすみません、
冒頭で言うべきだったんですけど、昨日の発言の中でちょっと不適切だったところがあったので、お詫びして訂正をいたします。お前といったところが表現した箇所がありましたけれども、あなた方というふうに変更させていただきます。品位と敬意を欠く表現だったというところを反省したというところと、私が申し上げたのは特定個人を指したわけではなくて、会見に臨まれたのは複数おられましたから、ああいう中心人物の方々ということなので、複数形の U というんですかね、英語で言えば表現変わりませんけど、複数の意味でのあなた方ということで訂正をいたします。で私はそういうものに頼らず、もうすでに県民の皆様の中からは疑問を呈されたり、当然飲食の事業者の方々からは非常にその反発もいただきましたけれども、飲食の人数を県民の皆さんに4人以内とか8人以内とかっていう形で、人数制限を設定していただいた上で、飲食店の利用していただくという要請をさせていただいております。別に国のお墨付きなくてもやることはやるというふうにお願い言ってきましたので、それをやって今横ばいで若干減少してリバウンドですけども、急増を続けているという状況でない以上は、プラスアルファのこういう行動をやめてくださいとか、こういう範囲でやってくださいというふうなことを追加するような状況ではないのではないかということで、今日の内容も微妙ですけどね、行動宣言と取るのか、注意喚起と取るのか、これは表現の仕方の問題ですけど、これは基本的には、そうですね、島根県内と同じような世界が日本全国に転がっているわけではありませんよということは、当然日々の生活をされている中で、我々プロですからね、ご存じない方もおられるでしょうから、改めて具体的な都道府県を設定をして、本当に今この時期に行かないといけないかどうかということは、リスクも含めて、リスクがあることを含めて判断をしてもらった方がいいということで、注意喚起をさせていただいたところであります。そんなところで、BA5 なんとか強化宣言というのを活用するということは今のところは考えておりません。よろしいですか。はい、どうぞ。読売新聞の林です。すいません、ちょっとさまつな質問で もしあんまり意味なかったら恐縮なんですけれども、会議のお話の中で、文面の1枚目の下の方の新たな行動制限は行いませんがって下りを読み飛ばされたかと思うんですけど、これ何か深い意味ありましたか、ね、いやだからこれを行動制限と捉える方もおられるだろうからっていうふうに、何を行動制限と捉えるか定義がないので、なんだそれ、その慎重に考えろってその行動制限じゃないかって言われる方もおられるかなと思ったので、余計な圧力を避けたということです。行動制限と取られる方は行動制限と取られるでしょうし、注意喚起と取られる方は注意喚起と取られるかもしれないけども、行動制限など取られる方もおられるかもしれないので、矛盾しているんじゃないかと、言われることがないようにということで、ちょっと飛ばしました。わかりました。すみません。ありがとうございました。はい、その他ご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。NHK の猪俣です。お願いします。はい、2点ございまして、はい、1点目が今回この都道府県をまたぐ移動っていうのを新たに呼びかけるっていう判断に至った背景を詳しく聞きたいんですけれども、帰省ですか、旅行が増えるシーズンですとか、8月ちょっとこう増加傾向に入ってきているっていうような話があったと思うんですけれども、この医療体制が逼迫しているっていうのは、よく東京とかですと、今この暑い猛暑の中で熱中症とかが搬送で救急現場が逼迫しているって話があると思うんですけれども、県民の方にもそういったところってやっぱり情報をこうしてもらいたいの、留意してほしいというか、そういったことも加味されて考えてらっしゃるのかっていうところが1点目と、2点目がちょっと細かい質問で恐縮なんですが、当面の間こういった都道府県っていうのを県のホームページで公開していくっていうことで、これ毎日県の方で確認されて県のホームページでこう発信していくっていう、これ毎日っていうスタンスですか。後者の方から言うと、毎日ちょっと
1週間前ぐらいの数字で全国集計した数字が内閣官房から、内閣府かな、これは公表されますんで、その数字をもとに70とか 2%、70%、2% という数字は変わってきますから、そこのチェックをして、追加するところ、外すところというのは決めて、機械的ですけど、判断します。それから東京都と同じようなパターンがないかどうかというのは、これも報道をチェックして、主にそのネットベース、ネット配信記事等で、確認をして、そういうことがないかどうかということを、日々確認した上で、更新の必要があれば更新をしているということであります。で、1点目の方は、医療逼迫って、分からないですよ、現実で何が起きているか。いざその立場になってみたら、救急車呼んでも、ね、30分かかる、1時間かかるって言われたり、逼迫してるけど、逼迫してるって、東京都なんか言ってませんよね、私は逼迫してると思うんだけど、それはまあ向こうの判断だからいいんだけど、でも、それ、東京都民もよくわからない中で、それはトラベラーである県民が出かけていってわかるわけもないので、すみません、これが正しい、これ以外に逼迫するところがあるかもしれません。それは正直誰もわからないんです。医療逼迫をする前に、まん延防止等重点措置が発動されたり、非常事態宣言が発動されていれば、その対象地域 をこういう、その対象を都道府県に入れればよかったんですけど、もう政府はもうやりませんからね。じゃあ、政府がやらないから、中間にしなくていいかというと、その先ほど言ったその東京でその100件、救急隊は来てくれたけども、100件電話して100件に断られたっていうケースに、それは県民だって当たらないことは、自宅療養になって、で自宅療養でホテルに行って、で急変したけど入れないっていうことが、あり得ると考えないといけませんよね。確率はそんなに高く、そのケースに当たる確率は高くないですけど、それがあり得る状況だっていうのは、やっぱ我々日々の仕事をしている中で、我々は専門家ですから、ある意味、その県民に対して注意喚起するのは県の仕事でしょっていうことでありまして、これはその大元の問題としては、新型インフルエンザ特措法って、まん延防止等重点措置とか、緊急事態宣言の根拠法ですけどね、これ法律はあるんですけど、今、そういうまん延防止等重点措置とか、非常事態宣言の、仕組みっていうのは、政府が政府の裁量で止めてるわけです。使わないって決めちゃってるから。普通に考えて、まん延防止等重点措置って、まん延を防止するための措置なので、まん延する前に発動されないといけないと思いますけど、今の状況でまん延してないって言えます。過去最高ね。だからまん延防止等重点措置はあるけど、政府はまん延防止等重点措置は使わなかった。で、非常事態宣言も出すことは可能だと思う、今、客観情勢で言えば、出すことは可能だと思うけど、出さないっていう方針ですよね。そしたら要するにインフルエンザ特措法って法律はあるけど、執行停止になってるわけですよ、大事なところが。そういうその法律がちゃんと働いてない中で、それで仕方ないと思えば何もやらないんだけど、そういうわけにもいかないでしょ。誰もその政府がアラームを鳴らしてくれない。だって、なんとか宣言も都道府県知事が宣言する、
で決して医療逼迫だとあのとかっていうことを認めるとも認めないとも、まあ、50% 超えてるかどうかだけなのでよくわからないでしょ。だから自己申告ですよね。だから宣言が出されている地域が同じような状況にあるのか、出されていない地域はそれ以下の状況にあるのかっていうメルクマール、あの目印にはならない。だから今回使ってない。なので、まあ、あの非常にあの、まあ、私からすると法律で、まあ、こういう状況だと認められるときはまん延防止等重点措置を、ね、その適用するとかあの非常事態を宣言するって法律になってるんだけど、まあ、多分政府の認識はあの認められないからやらないんだと思いますけど、それって本当ですかと。今まん延防止しなきゃいけない状況、少なくともまん延防止をしなきゃいけない状況だけど、まん延防止等重点措置を使わないって、まあ、私からするとあの法律上の不作為、法律上できるようになっているのにやらないっていう判断をすることの責任を問われうる状況になっているんじゃないかと私は思いますし、なのであの法律って国民の意思ですからね、あの閣議決定より全然重いですから、法律に基づく行政が展開されてないんじゃないか、あの大元のスタートは感染拡大防止と社会経済活動の両立っていうはあの言葉の選択使い方だったんですけど、いつの間にか社会経済活動を維持するために感染拡大防止をこうしていくっていうふうにあのロジックが変わって同格じゃなくなった。でもそれって内閣の方針だと思いますけど、その内閣の方針っていうのは内閣の方針に基づいてやられている行動というのはインフルエンザ特措法上問題がないのかどうか、新型インフルエンザ特措法上できることをやらない、もしかするとそういう状況だと認定しなきゃいけないことを認定せずに非常事態宣言を出さない、まん延防止等重点措置を出さない、まん延防止等重点措置が的外れだから出さないっていうのは理屈にならなくて、まん延防止等重点措置の中身を変えればいいとか、そのあのこれは適用しなくていいとかね、飲食店重点じゃないものにすればいいと思うんですけど、まあ、あのちょっと法律を超えて、内閣の裁量で物事が展開しているという状況が、その法律に基づく行政という観点から正しいのかどうかというのは、まあ、疑問を呈さざるを得ないですよ。まあ、あの認めるときは何々しなければいけないという法律構造だから、まあ、認めなければあのやらなくていいんだっていう論理構成で通るのか、そういう状況になったら認めた上でやらなきゃいけないというふうに解釈すべきなんじゃないか。ただ、仮に裁量があるとしてもその行使をしないというのは裁量の逸脱、この状況にあってもなおその裁量を行使して措置を取らないというのは裁量権の逸脱じゃないかということが問われかねない状況になっているんじゃないかというふうに思います。あくまでもインフルエンザ特措法は国会で通った法律で、その法律に基づいてやるというのが基本なので、後から出てきたあの内閣の方針とか経済界の要望とかっていうのは、それは法律の範囲内でしか反映できないんじゃないか。でもう一つ申し上げると、経済界の皆さんも経済界の皆さんにも問わなきゃいけないですけど、あの今のような状況、あの発熱外来が溢れてしまう、私が本当に問題だと思うのは、発熱外来で受診できないから直ちに死者が出るわけではありません。なぜならば、一次医療だから。
の命に関わるところというのは、基本的に病院で見るわけですね。入院治療とかをする、救急処置をする、そちらが入れなくなっているというところが、命に直結する、命が救われないリスクがあるということなので、そういう状況の方がより深刻なのに、なぜか全数把握を見直すだとかね、キットをどうこうするっていうのは、大事なこと、たくさん人が並んで報道されると見栄えが悪いっていうのは分かりますけど、そんなことよりも、まだ映像としては私は1件しか見てませんけど、東京で起きている100件の救急搬送要請を断られて、行き場がなくて亡くなっている人がいるということの方がはるかに深刻な状況ではないかと。それに対応する専門家の提言も出てこないしっていうのは、 なおかつわざわざ政府を振り切って記者会見されたのに、命に直結する部分を緊急にやるべきだっていうふうな定義が出てこないっていうのは、お医者さんが3人ぐらいおられたと思いますけど、多分中には4人の中には、そういう意味では今この状況からするとまだまだ茶の湯話みたいな話になってます。なってますよね、あの話って。その目の前にあるその命の危険にさらされている人たちがもっといるかもしれないと思って、どう改善するのか、今のような昔最初に出てきた言葉はウィズコロナだったんです。感染拡大防止と社会経済活動の両立って多分ウィズコロナって言葉で短く表現されてましたけど、今ここに今日本で広がっている、日本で起きている状況が国民とか経済界が望まれていたウィズコロナってこんな姿だったんでしょうか。これがウィズコロナで我が国の社会が目指していた姿なのでしょうか。それは欧米の真似をするっていう状況だったかもしれませんけど、欧米がマスクを外しているとか、隔離をしていないとかっていうことだけをこう強調して、死者がたくさん出ているということを無視した議論だったんじゃないのか。救急外来にこれだけ殺到する、で、感染が拡大すると医療を担う人たち自体が出勤できなくなる。濃厚接触者は毎日検査キット当てれば出れるかもしれないけど、感染者になってしまったら出れないわけです。感染者に出てこいっていう病院に誰も行きませんよね。なので、ちょっとなんか話が違うじゃないか。ウィズコロナは、ウィズコロナは、ウィズコロナに、ウィズ医療崩壊とか医療逼迫がついてくるなんて誰も聞いてないけどっていうのが国民の率直な感想なんじゃないかと思いますけどね。その地域によるので、どこの地域でも医療逼迫が起きてるわけでもないから、特定の場所なんだと思いますけど、医療逼迫、医療崩壊みたいなものがウィズコロナにくっついてくるんだとすると、それは話が違うんじゃないか。それウィズコロナでも何でもないんじゃないか。だから今のやり方、方針をやはり考えないと、やってる方向は間違ってないと思いますけど、ウィズになってないんじゃないかと。そのウィズコロナはウィザウト医療崩壊だったはずです。医療崩壊とか医療逼迫をしない範囲で両立させるっていう意味でのウィズコロナだったのに、今こういう状況になってるっていうのは、うまくいってない状況だから、やっぱり私に言わせると仲間割れも起きてるし、政府とすみません、専門家有志と言われますけど、専門家の中 のインナーですよ。専門家で何十人も、ね、会議あるけど、その中で多分その中で議論するものを決めてた人たちが、政府がおかしいって言い出して別に会見をするみたいな状況になっているので、
ガバナリティという意味では、まあ、なんかちょっと心配しないといけないような状況になっていますから、まあ、なのでこういうことを個別にやらなきゃいけなくなっている。本当はこれまではまん延防止等重点措置と非常事態宣言が出ているところに対しての往来自粛だとか慎重にとかって言い方をしてましたけど、そのメルクマールが出なくなったので、でもその状況というのはおそらく厳しい、デルタ株の時よりもいいじゃないかっていう記事なのかもしれませんけど、まあ第6波の死者数は一番多いですからね。ですから、まあちょっとウィズコロナがその国民全体が許容できる範囲を超えてしまっているので、やっぱりウィズコロナのそのやり方を考え直してもらわないといけないんじゃないかと。私は第6波がなんとかギリギリ国民に許容された感染拡大だったような気がしますね。自然収束してくれてピークを、そのピークがなんとか国民が人によってはそのあれは良くなかったというかもしれませんけど、国民全体としてあそこまでだったら仕方がないという線だったんだというふうに解釈すれば、同じことの再現までは政府としては仕方がない、許容しようというふうに思われてたんだと思いますけど、それよりも大きくなるかもしれない、ひどく死者数が伸びなくても増えなくても、こんな亡くなり方をしないといけないのかとか、こんな目に遭わなきゃいけないのかっていうふうな状況が頻発すれば、やっぱり国民の許容度を超えてしまうっていうふうに向かいかねないような状況にあるという認識で、やっぱり現状に対応してもらった方がいいんじゃないかというふうに思いますけどね。経団連の会長はね、社会経済活動を維持していくって言われてましたけど、会長はこの状況を良しとされますかって誰か聞いてくださいよ、東京の記者さんが。これが望まれてた姿ですか。医療難民が出る、医療難民が出るっていうことも含めてウィズコロナなのか、医療難民で、その方がまだ命が救われればいいですけど、難民の方が亡くなってしまうっていう状況まで、許容するウィズコロナなのか、それは私からするとウィズコロナと言えるのかっていうことなんだけど、ウィズコロナの取り方はみんないろいろだから、やっぱこれはやっぱそういうことですね。昨日はその専門家に対してちょっと厳しい、専門家の一部の専門家の方々に対して厳しいものをしましたけど、基本的にはやっぱ政府の対応が今のままでいいのかどうか、端的に申し上げると行動制限をなしでウィズができるのかっていうことですね。間違いないのは私は思ったんですが、中学校1年生の知識なんだけど、y イコール ax っていう、ね、関数がありますよね。で a は正です、正の数だから、右肩上がり の関数があって、でそれがね、いわゆる患者数、入院を要する人のグラフですよ。感染者数が増えれば、それは比例して、やっぱり入院者は増えますよね。で、かたや、それはいろいろ伸ばしたとしても、医療のその人数が、医療従事者が増えるわけじゃないので、結局のところ、それを受け入れられる上限というのは、一定の数で決まってるわけです。で、私が、これは本当に中学校1年生の話だけど、だからいくらでも感染者が増えても医療が大丈夫なわけないですよね。
オーバーフローしますよね、どっかで。正の関数だったら。だから感染者がいくら増えても大丈夫だっていうのは、これはもうあの算数的にとか数学的に間違って いるわけですね。で、私今回分かったことは、感染者が増えていくと医療従事者が出勤できなくなって上限値が下がっていったんです。固定じゃなかった。出勤できなくなるとベッド回せなくなるから上限値が下がっていっちゃいくんですね。多分だからダブルできつくなる。だからそもそもその感染者が増えても、まあ、ある程度増えてもいいじゃないかっていう考え方だったんですけど、ある程度増えてもいいじゃないかっていうそのやり方がその限度を超えてしまうことが生じうるのではないか。そこに対する警鐘をやっぱ専門家の方々から一切鳴らさなかったということは、これは専門家としてのその資質能力が問われるだと思いますね。で、それを抑えるっていう措置を考えるときにいろんなやり方がありますが、啓発とかっていうことも言われますけど、啓発とかいろんな対策で足りなければ、別に最初からその不要不急の外出自粛みたいな行動制限する必要ないので、私なんかは別にその4人までだったらいいって言ってるわけですよ。不要不急の外出自粛だったら、それは飲食店なんかに出入りするなって意味ですからね。そんな強烈なものをしなくていいように、ソフトな形、よりソフトな形で自粛をお願いすることで、医療が受け止められる上限値で収まるような、感染で抑えていくっていう感性がないと、その感染し、インフルエンザとか風邪と似たようなもんだから、似てないんだけど、いくら増えてもいいじゃないかっていうこと自体はもう絶対に間違ってる理論なんですよ。一定数で入院者が出る以上は必ずどっかでオーバーフローしてしまうから、いくらでも感染者が増えていってわけじゃない。その警鐘を鳴らしてくれる人がいなかった。私は当然分かっていたので、その範囲で収まるかどうか分からないうちは、やっぱりちょっと飲食店はじめ個人も含めて、正直その、喜ばれませんよね。喜ばれないけども、そういう制限をすることで、しなくてよければいい状況がはっきりすれば外せますから、まず最初の段階でそういうお願いをして、収まるかどうかという様子を見ながら外していくっていうやり方が普通のやり方だと思うんですよ。で、最初からなんかその現時点ではって逃げ方してましたけど、もう行動制限はいらない、政府と一緒にいらない、つまり前申しと重点措置なんか求めてくるな、求めてきても相手しないよ、もうそういう意味なんです。政治用語、行政用語で言うと、だって政府も専門家の親玉も、主要閣僚も行動制限は、考えていない。つまりそれは、まん延防止等重点措置は発動するつもりはないって言われてるから、都道府県知事はその範囲内で動くしかないなと思ってアクセスせざるを得ない。なんで最初からそういう選択肢を封じてしまったんだろうか。で、っていうのは不思議な世界で、やっぱり、なんていうか、もうなんか、本当に何度も言うけども、その、個別の臨床事例が、臨床事例、患者さんがインフルエンザ、風邪に似てるっていうことと、そういう人たちがどれだけ発生するかっていう話は別なんです。感染力が桁違いに違うわけでしょ。インフルエンザの流行が収まるような手指衛生とかマスクとかをするのに、それをすり抜けてインフルエンザとか風邪と同じぐらいの症状だとしても、そういう症状がこれだけ発生するっていうのは、インフルエンザや風邪と違うからですよ。で、そうすると医療の負荷っていうのは、個別の診療事例がインフルエンザと同じかどうかじゃなくて、そういうものがどれだけのボリュームで出てくるかっていうのが医療への負荷なんだから。で、それが今超えてる、少なくとも超えつつある部分が、その外来、発熱外来だったり、入院医療機関だったり、そういうところであちこちで生じているんじゃないかっていうことになってるわけなので、やっぱり間違ってる。医療全体の視点が抜けてるわけです。それはなぜかというと、感染力が違うのに、
感染力が違うということは、つまり総量として日本全体でどれだけのボリュームが発生しうるかという観点が抜けて個別の臨床事例が似てるということで同じように処理できるというふうなアナロジーというか似たものだからだけど似てないものを似てる同じだというふうにやってしまったわけですよね。でそれって第6波の時でも感染力がものすごく強かったっていうのは分かっていることで、専門家の方々は分かってたはずですよ。でそれがさらに強くなるってなれば、さらに大きな感染が起きるってことは容易に想像できた。そうならない可能性もあったと思います。でも なった場合に備えなきゃいけないっていうふうにアラームを鳴らすのはやっぱり専門家の仕事のうちの一つだし、まあ、政府だってもうプロなんだから、で医系技官とかってそのお医者さんがやってるわけでしょ。専門家じゃないとしても医師資格を持った人が政策決定やってるんだったらそれぐらい分かんないといけなかったのに、なんでそれを無視したのかなっていう、まあ、根本的な疑問があって、まあ今の状況はともかく自然収束を待っておられるって感じがしますけど、本当にそのピークをすでに今がピークであと下がってくれるのか、それもストンと下がってくれるのかっていうのは二重に そうなればね、これ以上問題が悪化しないのかもしれませんけど、そうならなかったらこれ以上問題が悪化するわけなので、そういうなんか楽観シナリオじゃないことにも備えた対応をしていただかないと社会が混乱して結局経済も回らなくなるんじゃないか、バスは止まっていく、宅配も止まっていく、まあ、郵便局も閉まっていく、まあ、学校の先生が出勤できなくて授業ができないとか、結局のところ感染がいくら拡大しても対応できるっていうのが幻想だったってことが我々の現実社会に広がっていく。それは全く良くも悪くもそれもウィズコロナじゃないから、そういうふうにならないようにしないといけないんじゃないかというふうに思います。すいません、面接だったらもう不採用だね長話しすぎました。あなたは不採用ですと言われそうですダラダラしてすみませんでした。その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは終了させていただきます。ありがとうございました。